もしよろしから謙遜してもいいんですけど、足がゆっくりになっちゃいますから、まあそこは歩きだなというふうに思ってます。で、藤のところのそのは別院というところなんですけど、東本願寺の別院なんですけど、その別院の門の手前のところから門の中を塗って行儀していきます。多分ものすごいお客さんが来てると思いますですね。出ます、今日は出ますよね。だからかなり出てるので気持ちがいいと思います。皆さんびっくりして道を開けてくれると思いますけど、そこ のところに竹永伝六という方がおられて、薩摩義士、皆さん去年に説明したんですけど、薩摩義士は薩摩の人方が木曽川と長良川をこう分けるものすごい苦労した工事があるんです。そのことでいろいろ江戸の幕府の目付さんですけども、お目付なんだけど、そのあまりにもひどいことをやったので幕府の方が発掘して死んじゃったんですね。26歳か7歳で、気の毒なので、まあ薩摩義士ではないんで、義士を傷んで、死んだ義没者ということで、そこで転送させてもらう。で、終わったら今度はこの長さでみんな一人ずつ並ぶと、大体藤棚一辺ぐらいに当たりますから、そこで今度は藤に対して約300年経ちます。あれ立派なやつですんで、まあ、皆さん彼からびっくりすると思いますけど、まあ素晴らしい藤の匂い、花の匂いと花を肌で感じながら気持ちよく拭いてください。で、そこ終わりましたら、そのまま軽装しながら出ます。で、出てから、50メートルぐらい歩いて本町筋まで行きますと、もうそこから帰りになりますから、ひたすら歩いて帰って、この神社の先のところからまた軽装してこちらに入ってくるというふうでやりたいと思います。で、私先導、先導させてもらいますけど、金打ちながら行きますので、今日もそうですけど、検証するときには1個叩きますから、その音を聞いてからそれぞれ2班で分かれてやってください。あとお願いします。どうも、今日はおはようございます。おはようございます。今日は縁は春馬とお越しいただきました、川瀬先生の皆さん、それからうちの僕会の皆さん、ありがとうございました。ですね、今お話しされた内容でございますけれども、あと補足させていただきますと、川瀬先生の方と、それから同好会の方、一部、二部ということを分けております。曲調が違いますので、第一グループ、川瀬先生のご指導のもと、第二グループ、磯村先生のご指導のもとということで進んでまいります。何かありましたら、そのリーダーの方にご相談いただければ、すべて解決すると思いますので、ぜひとも何か疑問がありましたら、それをしてください。工程並びにその他につきましては、今、関係者からご挨拶があった通りでございます。ご質問があれば、今ちょっと聞いておきますが、細かいことはまた後ほど見てください。だから、大雑把のところで、ご質問でもあれば。ないです。ということで、じゃあ今から、行事に入ります。じゃあ最初に川瀬先生、はい、ご挨拶をお願いいたします。皆様おはようございます。おはようございます。本日この、本部長にお集まりいただきましてありがとうございます。昨年はね、1日ずっともう雨でしたけれども、今日はもう本当に快晴の、本部長ビールということで、時間の許す限り、たっぷり吹いてですね、楽しんでいただきたいと思っております。また本日は川先生はじめ皆様、スタッフの皆様方にもいろいろとご協力いただきましてありがとうございます。今日は一日ご参加いただきましてありがとうございました。では時間になりましたので、それでは注意者に同志、磯村先生の方に違う違う違う、こっち2つに分かれて1個1個分かる。はい、はい、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてました。先生、じゃあ先に、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ皆さん、まずちょっとお辞儀から。Thank you.
表の部分の絶対範囲で写真撮りに行きます。